ウェディングケーキの一例ウェディングケーキは結婚式や結婚披露宴などで新郎新婦が入刀するケーキ。由来は古代ギリシャなど各地の神話、風習などたくさんある。砂糖やバター、卵を使いぶどうのほか様々な果物や洋酒を加え固く焼いたケーキへと変化していった。イギリスで18世紀後半頃ラム酒に漬け込んだフルーツが入った。 バターケーキに薄く伸ばしたマジパンをかぶせ、シュガーペーストでレースのような装飾を施したことから、ウェディングケーキが作られるようになった。最初は1段だったが、19世紀頃になると2段から3段になった。これを広めたのは1858年、ビクトリア女王の第一王女のウェディングケーキで、週刊新聞イラストレーテッド、ロンドンニュースで差し絵付きの記事が載ったことが発端である。 当時のウェディングケーキに神道神父の人形や造花を飾っていた。ケーキ入刀の様子結婚式や結婚披露宴で神道神父がウェディングケーキに入刀することをケーキ入刀あるいはケーキカットという。この儀式はギリシャ神話に由来していると言われている。ただし、ケーキ入刀の儀式そのものは最近の風習であるとも言われている。 早くとも文献に登場するは1930年代からである。また、ケーキを入刀した後にケーキをお互いに食べさせ合う儀式をファーストバイトという。ウェディングケーキにはフランスの黒缶物資を使う方式、アメリカの一段で長方形である方式、イギリスの三段の方式がある。日本は主にイギリス式のケーキである。イギリスでは入刀した後、 再下段は切り分けて、披露宴の列席者に振る舞い、二段目は来られなかった人たちにお裾分けし、長部は夫婦が冷蔵庫で厳重に保管し、第一子が生まれた日、または一年目の結婚記念日に食べる。また、ケーキにナイフを入れる部分だけケーキもしくはクリームで、切り込みを埋めてあるイミテーションのケーキも存在する。結婚式のウェディングケーキデザイン100選。ありがとうございます。